アイテム番号。SCP-32。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-32 は自動封じ込めユニット535-15に収容されます。SCP-32 との直接接触は研究関連タスクに限定されます。インタビューが必要だとみなされた場合は、ユニットとの遠隔対話アレイを通じて行ってください。SCP-032 の存在が人体に直接の危害をもたらすわけではありませんが、人体に住む多くの強制微生物群に副作用があるため、接触は1、2時間以内に留めてください。人間による生成を受けていないあらゆる生物的物質、特に訓練等を経ていない人以外の生物は SCP-032 にさらすべきではありません。分類の完全な一覧は文書32、RCL を参照してください。SCP-032 に何らかの物質や娯楽は必要ではなく、それを要求したこともありません。説明。SCP-32 は現在起源不明のタイプ F、外見的に不完全、体内構造は非調和的、人型型実体です。外柄は着色されたシリコーン樹脂、厚さ5mm、と様々なプラスチック繊維ポリマーで構成されており、外見は20代後半の白人女性に似ています。SCP-032 の内部は完全に液体の生成油で満たされており、骨格や筋肉は存在しません。これにもかかわらず、SCP-32 は運動や発生が可能です。SCP-032 は中程度の距離では自身を人間に見せかけることが可能ですが、近距離では相違点が目立ち、ほとんどの観察者に軽度の不快感を及ぼします。この作用に異常性はないと考えられています。完全な認知機能を有しているように見えるにもかかわらず、SCP-32 は自分自身について、自分は制作者との中継装置として機能するのみであり、知的存在ではないと主張しています。財団はこの主張を確認、または否定することができていません。SCP-032 は、近傍の生物的実体に対して極端な悪影響を与えます。しかし、この作用は人間に作られた、人間から意識的な影響を受けている、人間に操作されているなどの形で人間と関わっている生物には及びません。作用の正確な性質波種によって変化がありますが、SCP-32 の存在は対象となる生物に対し、エネルギーの交換や利用を行う能力に重度の回復不能な損傷を与えます。例えば、野生植物は光合成などの手段によるエネルギー生産、消費能力を失い、野生動物であれば呼吸器系や消化器系が機能を失います。この作用は微生物にも同様に及び、この場合はその増殖機構に損害を与えるようです。SCP-032 はスロバキア近くの財団サイトにおいて、収容区画の戸口に座っているところを発見されました。財団の保安要員に質問を受けた SCP-032 は自身の異常特性を説明し、自身を収容するように要求しました。監視映像にその到着は記録されておらず、SCP-32 がどのようにサイトの場所を知り、見つかることなく接近することができたのかは不明です。財団に保護を求めた理由を尋ねられた SCP-32 は、制作者に必要とされるまでの無期限の保管場所を探すように命令を受けたと回答しました。ほい。中。このインタビューは SCP-032 の初期封じ込め直後、サイト保安要員による初期検査の後に、サイト、専属の心理学者であるアレクサンダー、コバチ博士によって行われたものである。記録開始。コバチ博士。始める前に一つ。私は、あなたに質問に答えていただけるようお願いしなければいけないと感じています。保安要員はそのようなやり方をしないことがあるのでね。プロトコルに厳密に定められているわけではありませんが、経験上こうする方がうまくいきやすいんですよ。SCP-032、私は協力するように命令されています。コバチ博士。ああ、それは素晴らしい。それなら、まず名前を教えてください。SCP-032、名前はありません。人間は名前を持ちますが、私は人間ではありません。コバチ博士、本当に、では、制作者はあなたを何と呼んでいたのですか ?SCP-032、私、を呼ぶことはありませんでした。コバチ博士、でも、彼らも何らかの形であなたに言及したはずですよね ?SCP-032、私、
は彼らの意思の運び手であり、それ以上のものではありません。彼らは私を呼ぶ必要がなく、そうしようともしませんでした。小鉢博士、それなら、あなたを SCP-32 と呼んでも構わないでしょうか？ SCP-032、私、は協力するように命令されています。小鉢博士、わかりました、わかりました。それでは、あなたがここに来た目的を教えてください。SCP-032、私、は回収されるまでここに泊まるつもりです。小鉢博士、そこまでは保安要員に聞きました。しかし、なぜここを選んだのですか？誰に回収されるのですか？ SCP-032、彼らが苦しめた医者によって回収されます。ここを選んだのは、彼がここで私を見つけることで、彼がさらに苦しむことになるからです。小鉢博士、本当にならば、あなたの言う人はこの組織の中にいるのですか？あなたの制作者は工作員の誰かに何か恨みを抱いているのですか？ SCP-032、彼、はあなた方の一人というわけではありません。単に、一時の道連れ、のようなものです。彼、は、あなた方が一度、彼を助けようとしたと考えています。あなた方が彼をここに連れてくるか、彼が私をここで見つければ、あなたは死ぬでしょう。それは彼を傷つけます。彼らはあなた方の誰かや、その組織に興味はありません。あなたも私と同じように、道具としてここにいるのです。小鉢博士。では、その男とは誰ですか？彼はなぜ、あなたの制作者からこのような扱いを受けることになったのですか？ SCP-032、彼、は身の程を知らなかった。彼、は負けるべき時に勝ち、謙虚であるべき時にうぬぼれていました。乱用するにはあまりにも貴重な贈り物を無駄に浪費しました。小鉢博士、そして、あなたはその罰としてここにいると？ SCP-032、彼、はすでに罰を受けています。それもひどく、親族やその愛情から引き離され、永遠の放浪の中で自身の意志に反して全てを破壊し続ける。その存在はまさに人類に対する毒です。終わりなき罪悪感に彩られた永遠の孤独。彼らはそれを、苦痛の最高傑作だと言いました。小鉢博士、そうだとしたら、なぜあなたがここに必要なのですか？ SCP-032、それは、そのような状態にあっても未だ慰めを感じる瞬間はあるからです。彼は世界に目を向け、彼が破壊しないであろうものを見ることができます。彼は自然のうちに温かな脅威を感じ、そこに遥か昔の古びた思い出の名残を見たような気になるのです。それは彼を正気に保ち、希望を与えます。望ましいことではありません。だから私が存在するのです。私は彼の最後の破滅であり、彼の理性の終焉を早める存在です。小鉢博士、それで、あなたの存在はどのようにそれに関わるのですか？彼を何らかの方法で騙す、ということなのですか？それが、あなたが行き場所を探した理由なのですか？ SCP-032、ある意味ではその通りです。彼、は放浪の果てにいつかここへ、私の下へたどり着くでしょう。1、日の地か、1ヶ月の地か、1世紀後かはわかりませんが、彼、は私に気づき、彼らがその大切な思い出をいかにあざけったかを見るでしょう。彼は、己の行為のために彼女は永遠にその手から離れてしまい、残されたものは、私だけであることに気づくでしょう。彼、の希望は一体の人工の人形だけ。彼、が私を見つければ、私は彼についていきます。彼は自らの思い出のまがいものを見て、彼の最後の慰めは破壊されるでしょう。物事はそう進むのです。小鉢博士、私、は、あなたは、彼はあなたのことに気づくと言いました。なぜですか？ SCP-032、私、は彼の妻だったのです。記録終了。10、このインタビューは SCP-032 の初期封じ込めから6ヶ月の後、SCP-032 の認知機能や人格、またはそれらの有無について評価することを意図したインタビューの一環として行われた。記録開始。SCP-032、私、は彼女が嫌い。小鉢博士、確かにそのようなインタビューの始め方もあるでしょう。詳しく説明していただけますか？
SCP-032。私。がそれに似るように作られた人。つまり私の、原型。私。は彼女が嫌いです。小鉢博士。あなたが、自分は意識や感情を持っていないと何度も保証したことを考えると、そのような発言は興味深いですね。SCP-032。違います。私。が彼女を嫌うのは、彼らが私にそうしてほしいから。それが彼らの目的にかなうことです。小鉢博士。どうしてそのような感情を抱くようになったのですか？ SCP-032。私。が完成した時に彼らが最初にしたことは、彼女に私を見せることでした。彼らにとっても滅多にやることではありません。小鉢博士。よくわからないのですが。SCP-032。広間の向こう側の人々に干渉することです。彼らは執念深く、悪意に満ちて、残酷ですらあるかもしれませんが、自身の職務には非常に熱心なのです。彼女の永久の眠りを妨げる危険を冒してまで彼女に私を見せるなんて、彼らも目的なしにそんなことはしないでしょう。小鉢博士、それは、SCP-032、彼女は美しかった。その全てが、とても落ち着いていて穏やかだった。死んで消え去ってしまったとしても、私は彼女の持っていた本質を、彼女がどうであったかを、彼女の魂を、永遠に思い出し続けるでしょう。彼らは私に彼女はそれほど長生きするわけではないと伝えましたが、彼女が生きていた時、彼女は彼女自身だった。彼女は生きていた。だから彼女が嫌い。SCP-032、まがいものとして作られたということが、どんな感じか知っていますか？滑らかな無表情の顔？鏡に映るそれは歪んで見える。成形プラスチックの匂いの肌、合成繊維の柔らかな髪、血液は油、魂、は全くこもっていません。小鉢博士、おこがましく聞こえたら申し訳ないのですが、そのような存在をあなた以外に見たことのない私では、その感情を想像できません。SCP-032、首を横に振る、わかりませんか？これはすべて彼らの計画の一部なのです。彼、が私を、兄弟たつが彼をさらに罰するためにだけ作り上げたものを見たら、彼は怒り狂うでしょう。小鉢博士、だから、彼らは彼の妻の思い出を利用したのですか？ SCP-032、それだけではありません。彼、が私を見るからです。私、がどれほど彼女を嫌っているか、私が、自分自身が彼女でないことをどれほど憎んでいるかに気づくからです。憎しみは常にここにあるのです。小鉢博士、そして、どうなるのですか？ SCP-032、そして、最後に気づくのです。小鉢博士、何、にですか？ SCP-032、彼、は、勝利してなどいないということに。記録終了。